ナイロン。どう？なんか立ち方出さない。お腹が空いた。念願の食べよう。うん、これマジで美味しいの、うん。今日撮影して、うん、これ多分すぐ出ると思うねんけど、うん、今のこのマホラのビジュアルが一番最新。うん、そうそうそう。こないだ出たドッグランの動画でもう髪の毛切ってるやん。うん。その前にも撮影してんねや。そうやねん。時系列がバラバラやねん。バラバラです。すいません。すいません。チアーズ。飲み方悪い。トランペットを見てたよ今。はい、手を挙げてください。このような食材というものへのすべてに感謝をし、一つ一つ大切な作ってくれた。いただきます。いただきます。どう？うん、安定のうまさ。うん、うん、うん、やっぱさ、マグロ美味しいのよここ。うん、美味しい。美味しいの。他も美味しいの。うん、タコライスも好き。うん、好きじゃない。ミート系あんまりやった。うん、なんかあんまりタコライスのやつはタコ入っててほしい。なんでタコライスなの。タコライスって分からん。タコって入ってるもんなの。このタイヤみたいなのに。オリーブ。タコ入ってるからタコライスなんでって。入ってないやん。うん、入ってない。どういう意味？あれなんでタコライスなの？メキシコのやつやんな、あれって、うんうん、メキシコだからさ、メキシコ語でタコってなんかあるんじゃない？うん、肉かな。なんでもいいねんけどな。やっぱ誰も知らんことじゃん。タコスとタコライスってまたちゃうんて。違うの？タコスはあれじゃん、ライスじゃなくてさ、うん、なあれがメキシコやんて。あ、タコライスは1984年に沖縄のどっかの人が考案してて、うん、へえ。確かに沖縄で中学校の、うん、あの民泊の時にタコライス用意してくれよってしてた。してくれんの。ちょっといろいろあってさ、民泊。何やったん？中学校の時、まあ、一泊民泊ですってなって、まあ、それぞれ班に分かれて、うん、あなたはここですみたいな感じやねんけど、うんうんうん、たまたま行ったところがほんまに申し訳ないけどめっちゃ虫多くって、うん、あそこは変えなあかんかなって。もう与えられた家やし、うん、そうそうそうやし、まあ、待っててくれてるし、おばちゃんも、うんうん、お祭りみたいなのに行ってん、うん、おばちゃんと自分らの班の子たちと、うんうん、でそのお祭りには他の班の子たちも別でおって、他の子たちはそこのおばちゃんと一緒にこう回って、うん、紹介してもらってみたいな感じやねんけど、自分らの班だけお金だけ渡されて、うん、もう好きなとこ行っといで、うん、ポーチみたいな感じやってん、うん、で、まあ、悪い人じゃない、悪い人じゃない、うん、でその時に班の子がお腹痛くなってんけど、うん、でどうしていいか分からなくて、うん、もう先生に直接連絡して、うん、とりあえずその人探してくれるみたいな状況で、うん、まあ、探しておって、うん、言ってんけどなんかあんま対応してくれへんくて、とか家に戻って、うん、今から車で移動するからって言っておばちゃんがそこで車で待ってんねんけど、ユウ、うん、たちが、まあ、出るの遅かったんだなその時、うん、で外からクラクションブーみたいな、怖っとかあって、でもうその次の年から見たくなくなって、そういうのがあって、なんでオッケーしたのそのおばちゃんに。だからよう分からん。でそのおばちゃんタコライス、うん、なんか用意してくれてた予定やってんけど、うん、結局それも食べずっていう。ホームステイとかでもそういうのよくあるよね。うん、結局な、宿の人ではないからじゃない。そうやねん。修学旅行行ってない。え、どういうこと？不参加あったけど不参加、うん、それこそいろいろあった。ホームシックになるから。え、なに、なんなんすかね。ちっちゃい時からお泊まりがあかんねん。今は行ってんねん、さすがに。勝手に怖い想像とかしちゃうねん。あー、そのお化け系。あー、林間学校で、それぞれ林間、林間、はいはい、行って、うん、お化けの話かなんかだって。でもそれ怖すぎて、うん、ね、みんなでこう布団並べて寝ててんけど、寝られへん、怖いし、だんだん泣けてきて、でも帰りたいってなって、もう嫌やってなって、うん、え、それは帰ってない。先生の部屋で寝た。やば、怖くて寝られへん。めっちゃ手かかる小学生。やばいやろ。やばい。
四方八方よく見てたもん、お風呂の時とか。わかる。なんか一二三四みたいな。こうやるよ。こうやって。そう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 。やってた。目閉じたら終わりやね。うん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 。そう、目閉じたら終わり。もうなんか後ろにおらんくても、だいたい上におんねやん。見たことないけど。ないか。大体そうやん。なんか気配とか感じる時あるもん、ね。あるね。あれ何？ある。自分もあったわ。なんか今はちょびびりやった。やめよう、この話。さあこういう保冷剤とかってすぐ捨てる人、いや捨てへん人、使えると思っちゃう、思っちゃう人でめっちゃある、それね、やばいほどある、ほんまに保冷剤屋さん開ける、うん、開ける余裕で、アサイーボールです、意味わかんない、これはほんまに意味わかんない、いらんやん、これ絶対いらん、絶対自然な方が、自然な方がいいよ、前さ、これ頼んだ時にさ、うん、上に具材、フルーツが乗ってて、うん、で、蓋が二重になってて、うん、蓋にデザート、うん、もうええわ、もういい、大した話じゃないのに、そうだ、ここまで噛むんやったらいい、いいって、うん、そう、まあ、じゃあいつか教えてよ、いつか言う、うん、どうやって、ああ、ね、そりゃそうよね、そう、それなってん、それなったんよ、入れていく、あー、やっぱ横着あかん、横着あかん、そういうのできひんタイプやね、わかる、ガーってやってバーってやるタイプ、そう、わかる、うん、食べてばっかり、はい、いただきまーす、どう、あ、これ忘れてた、これ絶対いる、食感大事、何もら嫌やちょっと汚いような見た目ごめんね、みんな、でもこれ混ぜた方がうまいよ、え、絶対混ぜた方がうまい、あのさ、みんな、うん、どうした、最近自分ら TikTok さ、うん、調子いいねんけど、なんと、あの BTS のジョングクさま、クオーかった、ジョングクさんからいいねが来ました、やばくない、やばくない、だってさ、私高校生の時めっちゃファンやってん、あ、そうなんや、うん、めっちゃアーミーやってんや、うん、高校生の時、うんうんうん、一人でライブも行ったことあんねん、一人で、高校生の時ガチファンやん、やばいよな、その方に見られたらやばない、やばい、しかもすっぴんやねん、その動画大した格好してないねん、そうやねん、最悪、ほんまに最悪、そこだけ最悪なあほんまに惜しいことしたらな、だってでもさ、タグ付けもしてないし、してないね、となんか思ってないやん、そうやね、あの面白い音源、そう、なんかそのスタンディングネクストユー、これさ普通に言える、え、どういうこと、どういうこと、スタンディングネクストユー、普通に言える、スタンディングネクストユー、ちょっとリズム乗ってるってだから英語サイバーもあれ、スタンディングネクストユー、スタンディングネクストユー、ネクストトゥーユーやったっけ、スタンディングネクストトゥーユー、調べよ、え、じゃあ関西電気保安協会言える、関西電気保安協会、あ、言えるんや、リズム乗っちゃうね、関西電気保安協会、それは無意識にやってって言われたらそうなる、そうやな、間違えた関西電気保安協会って知ってる、東京の人、あ、そっか、関西、そうやで、これほんまや、ほんまや関東電気保安協会あるか、関西弁じゃないよ、どんなやと思う、関東やったら、関東電気保安協会、いやいやで、そんなハモリパートみたいな、言ってみて、もうハモるから、okay、せーの、関西で、じゃあ関西で、関東関東電気保安協会って言うといいな、で、マホハモリパート言うからどっちがハモリパート、マホが、うん、関東電気保安協会って言うからベースで歌って、あ、ベースで歌ってて、オッケー、せーので、関東電気保安協会じゃないだから関東バージョン、え、関東バージョンの関西保安協会の違う、このリズム関東電気保安協会って言ってたけど、それを、うん、ハモリじゃないパート言ってみてって自分で考えた、そういうこと、オリジナリティオリジナリティオリジナリティって言ってくれるの、オリジナリティして、分かった分かった、せーので、関東電気保安協会、遅いいいや別に遅い関東電気保安協会で、ハハハハ。
で、ビデ先生向けました。仲違い。仲違い。仲違い。うん。ない。ないやろ。で、Standing Next to You の曲をこう面白く歌ってる人がおね。うん。面白くはないわ。本人は真剣。間違えた。ごめん。あの、ちょっと聞いてくれる？ちょっと聞いてくれる？これ。Standing next to you, standing next to me. これな、うん、これを踊って、これ面白そうやから撮ってみようや。で撮って、うんうん、なんかまさかのいいね。えぐいよねって。なんでちゃんとしたやつ見て。ほんまに、しかもあの日特別美術やばかったよね。そう。もっと可愛くすればよかったんで。可愛くしたとてやけどさ。よかったら見てくださいみんな。うん。うん。うん。TikTok で結構ダンスの動画載せてるんでよかったらフォローしてください、はい、てか絶対見てください、うん、これ日本語のコメントがマジで少ないから日本の方コメントしてください絶対返すんで、うんうん、載ってます。みんな明日ピクニック行くん？え、そう。なんで？思いつきやねんけど、これは、うん、天満橋の美容院行ってんねんけど、美容院の近くに森みたいな、うん、森っていうか公園じゃなくてなんかベンチもあって散歩できるコースみたいながあって明日合流するから彼氏と、うん、だから、まあ、ピクニックしようかなって思いつき、それ言ってないね、まだ。言ってない。どうもいいかな。いいよ。サプライズでちょっとなんか作っていこうかなって。どうどこって、ん、何時から？言わせる。これやん、これやん。あわよくば来ようとしてるやん。言わいや、たまにはさ、いいと思う。結構サプライズ、なんかプチサプライズみたいな結構好きやね。好きやったよね。なんか欲しいって言ってました、まあ、実際にできてはないけど、うん、まあ、気持ち的になやろうって思うことがあんねんけど、うん、なんか何々欲しいねんなって言ってました、うん、別になんてことない日に、うん、なんかプチプレゼントみたいなしたくなるタイプ、うん、分かる。ないけど分かる。気持ち的に一緒、気持ちは一緒、うん、相手がおるかおらんか、うん、おらんかで結果違う、うん、一緒、そう。いいかな。何時聞かんといてるから。じゃあ別にお昼ご飯中か。お昼ご飯、お昼ご飯、ピクニック、うん、ピクニックやからお昼いいの、うん、いいやろ。最近うざいね。もうなんかマウント取ってくる。だって応援してる。逆にこうもういじってる、いじるぐらいの方がいいやろ。やっぱ気持ち的になんか言うやん、こうなんかちょっとうーんってなってる時ってやっぱいじってもらった方がいい。でも別にうーんってなってるわけじゃないか。なんか今恋愛すらしてないから自分が、うん、素敵やなって思う。あ、なんか自分もそんなんしたいなとか、いろんな子の話聞いてて、うん、自分もそんなんしたいなとか、うらやましいなとかより、素敵やなって。あ、もう単純にな。やばいよな。やばい、それやばいかも。微笑ましいなみたいな。もうほんまザータリンごと。もう自分ごとじゃなくて、なんか自分がそういう恋愛したいなとか、自分も好きな人できたらとか、じゃなくて、じゃなくていいよだけ、どんなこと教えてみたいな。だからそこまで求めてないんじゃん結局。結局分からんけどな。でも、うん、ほんまに自分で言うのにめっちゃ嫌やねんけど、うん、マジ恋愛体質やって、うん、逆にもうなんか燃え尽きたんかなみたいな。早っ。この人と付き合ってみてあかんかってもまた次行けばいいや精神で恋愛できん、うんうん、あ、やっぱこの人あかんかったわってなんのがもう嫌や。だから余計慎重やねんな、うん、絶対に。でも幸せにはなりたい、うん、そりゃそうよ。でも今でも十分幸せやで、うん、まあ何を求めるか、なんか今んじゃないだけ。頑張ったなって評価してくれる人が欲しい。わかる。わかる。わかる。めっちゃなんか家族から言われる頑張ったら嬉しいねんけど、私友達からも言われる、お前頑張ってんな最近とか、
言われるのも嬉しいねんけど、また違うよ。わかる。わかる？言われたい。言われたいね。なんか、え、頑張ったな、お疲れ様みたいな、美味しいもん食べに行こうみたいな。めっちゃいい。めっちゃいいやつ。りなちゃんの彼氏見てる？見てる？それ。見てる。そこかも、今。自分のこのモチベにもなるし、エネルギーにもなるやん、ね、自分の頑張る源というかさ。めっちゃいいやん、それ。うん、欲しい、欲しい、欲しい、それ。欲しい、欲しい、欲しい、欲しい。だから昔は、てか今もやねんけど、うん、自分にないものを持ってる人にめっちゃ惹かれとってんやん。うんうんうん。だいたい変わってんねんな、そういう人って。なんか自分にできないことをできる人にすごい惹かれるんけど、うん、イコール、マジ真逆ってことや。うん、そうやな。あかんねんって。真逆すぎたらやっぱそれはそれであかん。ま、うん、魅力には感じるけど、めっちゃ魅力的やねんけど、付き合うまでは。うん、なんかこの人自分にはないこのキラキラしたような部分を持ってて、社交的で真逆やん。真逆だからだんだんしんどなってくるし、気も使う、自分もテンション上がらない。あー、それ嫌やな。包容力やね。包容力大事よな、それ。うん、包容力かも今求めてんの。学生のキュンキュンした恋愛とかももちろん絶対楽しいし、そういうのにも憧れがあるけど、包容力があってのそれやかも。ここだけはもう別にいらんねん。わかる？これなんか楽しいだけとかじゃなくて、うん、刺さってるもん。倒れた。当たってんな。またいてる。うん、またいてる。すごい。だから知識だけが豊富になっていく。うん。はい、ということで今回はハワイアンのご飯を食べながらいろいろ喋ってったよね。何喋ったかも忘れた。忘れた。うん。ここ最近投稿ストップしてたと思うんですけど、うん、またまたここからたくさん投稿していきますので、はい、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、リクエストもお待ちしてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、アルムでした。バイバーイ。ゆっくり食べまーす。